ちょっと待って、それ喜んでいいんかな、喜んでいいんですかね。でもこの前もっと似とるものが見つけたよ、猿のちっちゃい、誰と、社長です、事務所の社長に連れてってもらいましたね。ハートたくさんありがとうございますね。猿のコメントやめて、猿の絵文字だけの笑顔ですよ。こんばんは。日光で天然かき氷食べたの、あのね、食べました。本命にはいけれんかったけどね、意地でもね、天然かき氷有名なんよ、日光の天然かき氷が。ちげ、意地でも食べたいと思って食べに行きました。笑顔ですよ。ポンデリングかぶっとる。笑顔ですよ。頭にドーナツのせ、頭にポンデリングのせてる。あー、でも頭にね、物のせがちなんですよね。てか猿のいいっけ、猿の絵文字で埋め尽くさんね。これ欲しい？売っとるんじゃない？ね、最近さ、Google の写真の機能、Google AI の検索機能めっちゃすごくてさ、それを舞が使っとったんだけどさ、なんか何だったかな、なんかをさ、これって何なんだろうみたいになったらさ、パッと Google のやつをさ、こう出して写真撮って、 Google ですぐ検索かけて、あ、前じゃない、アンナか、アンナがやってたんだ、アンナ Google で何のポケモンだろうみたいな言ったら、ポケモンをすぐ写真撮って Google でポケモン検索してて、めっちゃ時代感じた、すごいなーって。最近はすごい機能やばい、ちょっと若いのに、私もレンズ。こんばんは。背中にカープついてる、そうじゃろ、配信ではユニフォーム、 TikTok ライブでユニフォームを着てました。やん、ついていけません。最近ね、ほんま進んどるよね、若いですよ、若いじゃろ。今日はポンデリングかぶっております。鹿みたいねえ、鹿。ココアちゃん昭和感がある、ないやろ、昭和感、昭和感どこにあるんです。こんな子がもう20歳うん、20歳よ。さっきの怖かった話、いや、あのね、そう、ほんまに今日めっちゃ怖い思い、死にかけたんですよ、うん、この話は TikTok ライブ、12時からの TikTok ライブで話すので、ここでは言えませんけど、古いネタよう知っとる？昭和感？あ、歌う曲がね、ずっと前から彼のこと好き、君のこと好きだった、誰よりもやっと私に来たチャンス。このあと12時からやるってこと？え、そうですよ、 TikTok ライブね。あ、この歌は平成なんじゃ。じゃ昭和って何の歌なん？私口ずさんだことある？あ、これ MK5、 あ、これは平成なんか。ん？頭に桃乗っとる頭にポンデリング乗っとるって言われたり、桃乗っとるって言われたり。昭和
春色のララシャに乗って海に海連れて行ってよ。ララ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 ラ。なんだかな。なんとなく知ってる。一人カラオケ行った時に歌うよ。歌詞が出たらわかる。修学旅行でバスガイドさんが歌ってくれて好きになった。え、バスガイドさんがこれ歌ってくれたの？頭に入ってますよ。キャンえキャンディあのドゥ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 ユッポーの歌ならあのなんか知ってます。昔あの親戚あのお正月に集まってゲームしたときにだなんかダンスのゲームねえ失礼ピンクレディの失礼そうピンクレディピンクレディこれピンクレディの UFO の歌トゥ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 ルルルトゥトゥルトゥトゥトゥルこういうやつよね。踊ったんですよ親戚あのお正月の時に一緒にゲームしてダンスして遊んでくれるけ親戚がそこで踊ってました。もう懐かしい赤ちゃんとかの思い出だけど。それで知ってる。これは昭和ですか UFO の歌は。セーラー服を脱がさないでみたいな。これも昭和ですか平成ですか。平成と昭和難しい違いが分かりません。あこれ昭和ど真ん中ほんま。ね、絶対踏んでいたそうじゃけ先に言っとく。あそこにあるけ椅子そっちじゃない椅子の下そっちじゃない椅子の下って。すられたね今。違うよでそれをさ後ろに後ずさりしてさ「いた!」って言いそうだったっけさ。だからそっちじゃない椅子の下、うん、ないおにゃんこクラブね。なるほどね。なんかいいこと聞いたっていうねお昼のラジオがあるんやけど秋元康先生の秋元康さんのね。でそこで毎回おにゃんこクラブの話になったら出す話があるんや。あの時代のおにゃんこクラブの人はってなんかあの学生の子がいてってで誰々ちゃん今日休みなのって MC の人が言ってあ誰々はあの今日期末テストなので休みですみたいな。その学校の中におる視聴者もああの子期末テストなんだとか大人の人でもあの子学校で頑張っ学校行ってるんだそうだって思ったり同い年の人がそうそう僕も私も期末テストだってそういう心のときめきが良かったんですみたいなことを何回も毎回言ってるからなんかもう頭に残ってる。そのよく出る話これ昭和の頃に今までなかったよく毎回言ってる。え成績悪かったテレビ出れんかった昭和の頃。ま、わしは学生時代の時は高校なんか中学校か高校か高校生か高校の時はテスト返しの日にそのままメンバーに沖ちゃんに報告してました。
テスト何点だったって。でいくら低い点数取っても褒めてくれとった。めっちゃ褒めてくれる。なんか別にその76点とかでもめっちゃ褒めてくれるし、これのとこがそんな高いんで、そんな全然低くても褒めてくれてました、優しいおきちゃんとか、あれしてました、報告してました。いや高くないんですよ、なんか別にそのそんな高いわけじゃないんよ、別に76とかが。赤点は30点で、ね、簿記のテストで1回ね、いやマジ危なかった。簿記のテスト1回取ってもうこれは学校行けれんくなるかと思ったもんね。いやでもテストな、違う、その内容だってそんな難しいことしてなかったっけ。これから後輩からテスト点数報告されたらもうめっちゃ褒めてあげるわ、嬉しかったもん自分も。こんばんは。赤点、あのクラスの半分が赤点だったっけ、何一回の授業を使って再テストみたいなやって、そうクラスこっちからこっちは自主学習、こっちからこっちは再テストみたいなやりました。赤点毎年そうなんだって、先生がそんなことありました。簿記ってこう1個数字を間違えたら全部来るけ。お疲れ様です。でもそれをさ、ほんまに普通にやっぱり社会で出たらさ間違えれんわけやん、数字1個でも間違ったらこんなことになるんやってさ、テストじゃけいいけどとかゾッとしたよ、あの時社会に出る。STU 号で居残り勉強した、いやしてないけど、テスト前のライブの時はあのテストのテスト勉強でまとめた自分のテストノートみたいなやつを持ってって、リハの終わりとかメイク終わりとかライブ終わりに見れるように準備して持って行ってってやってました。なんだかんだあっという間にさ、ステージで終わったき、びっくりした。船で勉強しとったよ、あの時船とかあった時めっちゃ船に頻繁乗っとったけど今じゃ考えられんよね。こんばんは。青春でした。また船乗りたいな。ねえまた船酔いせんくなったのに、船酔いでももともとせんかったけど、すごい、ね、みんなは船酔いするタイプ？船酔いゴリ場とか懐かしい、しない船酔い。高校受験の頃、ココアが船か、うん、うん、めっちゃする、めっちゃ酔う、一回もせんかった、全然酔わない、船の免許持ってるから全然酔わない、あんまり乗ったことないから分からん。そっか、でも私も船 STU 号乗るまでさ、そんな船に乗ることなかったっけさ。コ
クアの可愛さによっただって。うまいですね。船のランクでも僕は釣り師だっけ。どういうことだ。釣りね。え違う、釣りもする。でも釣りはさ、あれじゃっけ、船じゃないっけさ、船で釣るやつじゃないっけさ。こんな人酔いもね、あんまりせんよ。うーん、あんまりせんかな。人酔いってどんな感じなの。え、人歩いてたら気持ち悪くなるってこと。人が多いところ。こんばんは。ポンデリングに見える。めっちゃ見える。ポンデリングに見える。人の多さに酔う、うん、ポンデ。ここは大勢の人が苦手。うん、あんまり人酔いの定義があんまり分かってないけど、多分線。あ、目が回ったりか。必死に東京では必死にはぐれんように、社長からはぐれんように歩いてる。開放ポンデリング。今ミスドでなんか生ドーナツみたいなフェアやっとるじゃろ。生ドーナツってどんな感じなんね。それ食べてる人おらんの。なんかこういうのなんか嬉しいよね。さっきもね、ライブ好きな見たい映画があってっていうのをさ、誰か見た人おらんとか、ミスド気になっとって食べた人おらんとかさ、聞ける相手がおるのが、大勢おるの嬉しい。意見を聞きたい。え、ドーナツ、最近ミスドなんかドーナツフェアみたいな人に。ラケットライン。いや嘘じゃろ。嫁が食べてた。何でも生してたら美味しそうに。なんか柔らかいんかな、どうなんかなって気になるよね。ポンデリングはね、普通だった。普通なんか。ドーナツてるの？てるの？どうなってるの？ねえ、うまい。違う、私が言ったんじゃないっけ。その顔、コメント、それかぶってミスド行くしか。恥ずかしい。楽しんどる。めっちゃ生フレンチみたいな食べてみ食べえ生フレンチみたいな食べてみたいな。写真見たらね、見た目は生普通のあれなんだけど。武器強そうですか。生フレンチクルーラーね。柔らかいんかな、なんなんやろ、何の違いなんやろ。これでどっちがミスドの店員って思われるよ多分。これかぶっていったら。生でつくもの一番おいしいの何。やべ、これ聞いたらみんな生ビールって言うか。生チョコとかさ、生キャラメルとかさ、生クリーム、生卵。それなじゃないんや。じゃっけ、こんちか。生卵、いや生ココアは知らん。え、しかもココアって漢字のココア。あ、生春巻きね。生春巻き、生もみじもあるね。生魚、生ガキ、生魚ってなかなか言わないけど、生中継、生もみじ、生小麦粉って何。ん、生八つ橋、わかる。それな、生八つ橋好きやわ。いいけ、生捨て。ねえ、
生き物うん、ま、生配信、ま、確かに生配信の良さはあるもんね、うん、違うよ、食べ物よ、食べ物。生大福って何？え？生じゃない大福も気になるけど、生大福って何？大喜利始まってもうた。生息、え、それ私に言ってる。え？私生息。今日の御朱印を貼ってから悔しい。もう生何々ってめっちゃあるね。何でも名前つければいいと思っとるじゃろみんな。鉛アイドル、うまいうまい。生野菜あまり好きな。こんばんは。木そば、そば、生チョコ、なんか怒られたんやけど、もうさ急に怒っちゃうみんなに。もう何でもいい、生作ったら何でもいいって思っとるやろみんな。違うっけね、違うっけ、ほんまに。生セリーグとか、生じゃないセリーグどういうこと？逆に生のセリーグも気になるけど、生おこりとか生怒りか、怒りかおこりか、怒りかね、え生ハイって何？なんか生じゃないハイを見せてよ。ハイ全部生じゃっけ。もうなんか目がおかしくなってきた。もう目がおかしくなってきた。あ、あと5分だって。じゃもうそろそろランキングも読まんといけん。あ、58分になったらランキング読むわ。12時になったらまた TikTok ライブで死にかけた話せんといけん。死にかけてはないんやけどね。死にかけて大げさ。ほんまに大げさやわ。いや待って、でもほんまに死にかけたね私的には。それをあの TikTok ライブで話さんといけんけ。生酔いしてない、生酔いって何じゃけ。生じゃない、テーマやばくてくさ。待って、もうしょぼい、それ言われしたら。みんなぜひ TikTok ライブに遊びに来てくださいね。やっぱ生じゃあ、生で見るココアが好き。あ、なるほどね。あ、それでさっき生ココアが好きって、あ、そういうことか。生で見るココアが好きってね、あのライブとか握手会とかお話し会でそういうことだったのか。生ココアってなんやねんみたいな感じでめっちゃ切れちゃったんやけど、生ココアが好きって言ってくれた。めっちゃ切れたんやけど。ああ、なるほどね、生で見るココアが好きだよってことか。ひどい。そうだよ、だってだって何でも生つければいいと思っとると思ったけさ、かわいそう。広島ファンじゃなくても言っていいよ。ただ広島のユニフォームを着とるけどね。怒る。ん？今も着とるけど。あ、今も着とるけどね。今もよ着とるけどね。取り扱い注意ですよ。あ、そろそろランキング、そうじゃない、ランキング読みます。13位、ジュノラゴ。12位、筋肉愛好家。11位、エリアス。10位、マキマキ。9位、ノシ。8位、バッキー。7位、ツカ。6位、癒し系。5位、
ライトニング、4位コニョ、3位ユーキ、2位スバル、1位はポッポやしまちゃん。ありがとうございます。はい、皆さん配信を見てくださりありがとうございます。いやー、ショールーム配信を見てくださりありがとうございます。今日は頭にポンデリングをつけて生の話をしてみました。ではこの後はすぐ TikTok ライブを始めます。また戻る。もうずっとこの姿。バイ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 。あ、でも勝手に切れるのか。あと2分ぐらいあるか。今日は月曜日、お盆、みんなお盆で みんな休んどるじゃろ。夜更かしもするじゃろ。ちょっと待って、マイクもお休みって来たらね、普通にマイクを呼び合えて初なんよ、コメントで初なんよ。明日まで休み、笑顔ですよ。仕事？え？仕事？仕事もあるの。頑張ってね。みんな仕事、あ、お休み、あ、仕事、お仕事頑張ってください。働けよください。働け、起きろ、働け、頑張れ。はい、仕事の人頑張れ、頑張って働け、働く、働くもくださいって、なんなんだっけ、働く。